点を取る。どうもこんにちは、篠原です。今回は現代文で点を取るために3つ必要な力があるんだということについて話したいと思います。現代文で点を取る3つの力ということですね。現代文には点を取るために3つの力が必要なんです。じゃあその3つの力なんだっていうふうに気になると思うんですけど、ちょっとね、想像してほしいことがあるんですね。例えば皆さんが全く知らないところ、今まで1回も行ったところのない、そういうところに旅行しに行ったとしましょう。しかも時間制限も設けられている。その時にどうすればいいのかっていうことですね。時間制限も目的地も決まっているっていう場合ですね。で、この時皆さんどうしますか。何をするかっていうと、その辺に歩いてる人に聞きますよね。こっち行けばいいですかとか、この方向で合ってますかっていう風に聞きますよね。で、この時にじゃあ向こうがですよ、日本語以外の言葉で話しかけられたらどうしますか。めっちゃ困りますよね。まあまだ英語ならいいですよ、まだ英語ならいいですけど、なんかアラビア語とかね、中国語とかね、スペイン語とかフランス語とかでうんうんって言われたらはってなりますよね。まずは現地の人とコミュニケーションが取れること、言葉を知っていること、これね大事だと思います。続いて言葉を知っているのと同時に、僕時間制限があるって言いましたよね。で、その時間制限内に目的地に着かないといけないとするならば、ちんたら歩いてたらダメなんですよ。できるだけせかせか早め早めに歩くことが大事です。ということは素早く歩く力必要ですよね。まあ素早く歩きましょうと、時間制限あるんだから。で、最後に今自分が歩いてる方向が合ってるのかどうかっていうことを知ること大事ですよね。例えばスマートフォンのアプリとかで今自分の歩いてる現在地っていうのは目的地に近づいているのかどうかっていうことを確かめる、あるいは地図とかで自分の立っている場所が合ってるのかどうか確かめる、いわゆる客観的に自分の立場と目的地との距離っていうのを見る、これが大事ですよね。客観的に自分を知るということです。この3つの要素があれば全く知らない場所に行ってもある程度大丈夫ですよね。現地の人とコミュニケーションが取れて、で、自分の歩くスピードがそこそこ速くて、で、かつスマートフォンとか地図とかで自分の場所が分かる、そしたらまあなんとかなりそうですよね。これと同じことが現代文にも言えるんです。現代文にもこの3つの力必要なんですね。まず1つ、現代文が日本語で書かれてない、アラビア語で書かれている、困りますよね。あるいはやたらめったら難しい言葉が書かれている、いぶかるとか、何々が欠如している、欠如ってなんだとか、そういうような難しい言葉をちゃんと読める語彙力があることが大事なんです。まあ現代文ね、日本語で書かれているとはいえ、やっぱり英語と同じである程度語彙力って必要不可欠なんですね。だからちゃんと語彙力があることというのが現代文の力の一つ目です。二つ目として素早く歩く力、まあ速読力ですよ。現代文テストって時間制限があるわけですから、早く読めないといけませんよね。時間内に読み終わって時間内に回答を作らないといけないんだから、やっぱりね、まあ現代文テストですから時間制限って当然ありますよね。で、一定の時間内に読み終わって回答を作らないといけないっていうことです。だったら早く読む力、速読力、これはね絶対必要だと思います。そして最後に客観的に読む力ですね。自分の主観は入れない、これが現代文で一番大事なことです。客観的に現代文の文章を捉えるっていうことがめちゃめちゃ大事なんですね。はい、ということで今回現代文で必要な3つの力について話させてもらいました。まず1つが語彙力ですね。そして2つ目として早く読む力、速読力。そして最後に一番大事なのが客観的に読む力、客観読解力がいるということでした。まあこの3つの力は分かったと、3つ力がいるんだということは分かったと思うんですけど、じゃあその3つの力どうやってつければいいのって気になると思うんですね。その3つの力のつけ方は次の動画で話したいと思います。ということで今回の動画これで以上です。ご視聴ありがとうございました。まあ現代文っていう科目はね、非常にお買い得なんですよね。というのも英語ってこれ全然違う言語でこの3つの力つけないといけないんですけど、現代文はね、日本語で母国語でこの3つの力つけるだけなので、別にねそんな難しいってことないんですよ。
難しいって感じてるのはね、これは先生の教え方が悪いとか、なんか知らんけど苦手意識があるとかね、そういうことなので、ぜひね、これを機会に苦手意識取っ払ってもらって、現代文でガッチリ点数取っていってください。最後になりますが、僕にとって一番嬉しいこと、それは視聴者さんの反応なんですね。いいこと、悪いこと、どんなことでもいいので、下のコメント欄にいろいろコメントしてくれたら嬉しいです。あと、よかったら高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、Twitter もフォローしてくれたら嬉しいです。更新情報等逃さなくて済むかなと思いますし、Twitter 上で簡単な受験相談もしているんで、よかったらフォローしてください。ということで、今後も僕は皆さんに勉強に関する情報、受験突破するためにはどうすればいいのかということに関する情報、いろいろ配信していきますので、よかったら今後もお付き合いください。ということで、また次回会いましょう。